はい、どうも、ボッ監督です。今日もウィングイレブン2016マイクラブやっていきたいと思います。これか。はい。それではね、今日のガチャいきましょうか。失意のクラシコガチャから、はい。おとといね、メンテナンスが行われまして、新たなガチャがやってきました。ヤングスターズということでね、ちょっと微妙なガチャですね。黒が13.3%、金が86.7%とね、かなりちょっと辛いガチャですけど、まあやろうと思います。GP で支払う。いきましょう。1万 GP で今日のガチャ。黒1個です。さあ、どうか。どうか。まあね、ちょっと期待はできないですけどね。はい。できんわ、やっぱりな。誰だ？パーティー・マクネア。万有の、これ知らない選手ですね。万有のセンターバックみたいですけど。はい。まあ、こんなもんですね。ということで、本日のガチャはこうなりました。それでは試合の方いきましょう。はい、今回はね、このウィナーズ・テイク・ゾール。はい、オンラインチャレンジカップいきたいと思います。まあ、一戦なんでね、初回クリア時にヤングスターズスペシャルエージェントを獲得できますということでね、これを一発クリア目指していきたいと思います。ワンマッチですんで、はい、2回目ですね、言うの。いきなり決勝です。はい、それでは対戦相手が決まりました。 HY150707 さん、はい、よろしくお願いします。ということで、レートは500ですね。はい、結構やり始めたばかりの人なんでしょうか。でも最大連勝数が8まであるんで、結構強いんじゃないかと思います。はい、今回ね、チームをね、ヨスアラシルというね、アトレティコのね、シメオネの、まあ、架空ネームなんですけど、シメオネ監督なんです。ちょっとね、監督試してみようかな。せっかくチームがね、クラシコガチャでたくさん来たんでね、選手たくさん来たんで、コストがね、前のデルボスケだと足りないんで、ちょっといい監督を買っていこうと思ってます。本日はパリ・ちょっとやりサンたいジェルと思マいンま対バルセロナ埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。解説これ北澤さん、ね、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ、北澤さん、背番よろ号しくお変え忘願いいれたまししたます。ね。どうもこんばんは。よろしくお願いなんしかます。今、さあ、前メッ半シ見がていきま6し番でょう。すよ。おかしいでしょ。パリ・サンジェルマン対バルセロナ。両チームともパワーとテクニック、いわゆる剛と柔をシーンによって使い分けることができる層が厚いチームですからね。強豪だからこそできる多彩なプレーに今日は注目したいところですよね。味方を走らせる。来ました、アザール。さあ、シュートレンジだ。アザール。あかん。起きたな。あかん。必死のクリアですね。よし。マスケラ。ネイマール。チャンスだ。来た。来た、かわす。こぼれた。あ、やられちゃった。よし。セスク。ファビオ・コエントロ。どうだ。背番号ね、結構こだわりがあってね、これ嫌なんですよね。メッシが6番とかちょっと考えられない。早急になんとかしたいレベルなんですけど、そのくせね、よく忘れるんですよね、背番号変えるの。両チームともグイグイ来てますから、1点が入ってもおかしくないような状態ですよね。なるほど。スルーパスを出す。おお。そうね、オンラインチャレンジをしてあんまり長くやってる意味ないんでね、一発でクリアしたいところですね。さあ、パリ・サンジェルマン、コーナーキックが続いています。なかなかうまくいかないな。攻勢かけてこっち。え、あ、やばい、やばい、やばい、やば、めっちゃ空いてるやん。裏へのスルーパス、ここはカットします。今ケアのとこも選手変えたいんですけどね。
前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。スペースへ出す、ルーズにこぼれる、やべ、やば、やば、最悪だわ。ちょっとお見合いしちゃったね。先制点はバルセロナ。ポスターがこう弾いたボールを正確に押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。ね、横のラインもしっかり見ながらいい位置に詰めてましたよね。あかんあかんあかん、お前ちょっと足遅い。ハット強豪の前で。さあバルセロナ先制1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、うん、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね。裏に味方を走らせる。アザール。よしよしよし。ちょっと絶好調多いんでね今回。アリサンデルマ。もうセスクも絶好調だし。これまたすぐに追いついちゃうんですね。ネイマールも絶好調。今日は動きのあるゲームですね。で右のねアザールもね。初めての絶好調ですね。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、はい、見てくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。そうですね、代わりにマドリーの選手一人も使えないですよね。アリサンジェルマ、よしよし、アリサンジェルマ初めてですよ、こんなにアザールが活躍するの。試合をひっくり返します。メッシの影に隠れてね、いまいち活躍できないですけど、北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、あ、やべ、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。いける、はい、しっかり決めてきましたね。いけへんわ。決めた、素晴らしいゴールでしたね。バルセロナ、あ、早くあのケアのとこなんとかしたいよな。動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。ただ今の得点いかがご覧になりますか。合わせて見事なボレーだったと思いますよ。メッシ、バルセロナ再び追いついています。メッシスタートって一番こう中国は中国なんですけどね、うん、ついて何発打ってんね。そうですね、おお、あ、取られた、うん、まあ向こうも絶好調使ってくるわな。メッシ、メッシ、バスケだ。違うね、アザールに出したかって。ネイマール、ガルバハル、これをカットします。メッシー、ここですね。え、そうだ、メッシー。ネイマール、味方選手はまだ十分上がってきていません。よしよし、さすが絶好調。アリサンデルマン、アリサンデルマン勝ち越し。いや結構いいですね、シミオネ。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。前に行こう、シュートしようという意識がね、非常に高いですよね。カフェンフォーメーションらしいんですけどね。の技術もそうですけども、ドリブル、カフェンって攻撃の時とあれのフォーメーションが違うから、なんかちょっとそんな感じだと思うんですけどね。さあパリサンジェルマン、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。あ、ちょっと出すぎだけど、よくよくやった。マスケラのからジルー、味方を走らせる。メッシが全然活躍しねえわ、スタミナも限界だし。ファーストハーフ終了の笛です。はい、前半終了、後半に向けて頑張りましょう。はい、向こうはね、ワントン、トップの位置にね、スワレスをね、入れてきました。こちらは、いつも通り選手交代はありません。ちょっとメッシの変えようかと思ったんですけど、もうちょっと後半突入してね、スタミナが少し回復したんで、いけるとこまで使おうかと思ってます。ビオコエントロ、ちゃうね。セルヒオブスケツ、やばいぞ。ペドロ、スペースへ出す。あ、ちょ、いないいないいない。さあここにアウベス、いい展開ですね。丁寧に足元を使う、中央へ。よし、ちっちゃい、危ないわ。本日ワンアシストです。こいつも絶好調なんだよな、確か。ブスケツ。のパスは通りませんでした。セス、ジ
左サイド。よし、開いた開いた。さあセスク自分で行く。あかんわ。マスケラーノ。ここはすぐ奪い返します。ダブルボランチなんだ。メッシ。おメッシメッシ。アザール。ボールは収まりません。セスク。これ入りましたよ。あかん、トラップ大きいけど。よしよし。誰決めたの？アリサンデルマン。多分メッシ。マスケラーノかな。追加点決めます。これで2点差。ちょっとね、それはしょうがないショックだったんですけどね。見事ゴールに収めました。これはセカンドボールよく狙ってましたよね。あの後、フラッシュウォーチャーを夢で引くっていうね、なんか変な夢を見ちゃったんですけど。さあパリサンジェルマン、これで2点差、リードを広げます。パリサンジェルマンとしては夢に限ってね、あの大当たりが出るわけですよ。うまくいってるんじゃないでしょうかね。ないぞ。まあ、夢ですからね。夢出たのがイブラでしたね。ちょっと複雑な心境でしたけど、パリサンジェルマンとしては無理に行く必要はないんですよね、うん、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。なるほど。夢で引いてたらあんまり嬉しくなかったんですよね、イブラ来た時に。難しいとこですよね。なんでかっていうとね、なんかこんな散々でもガチャ回しまくった人間いるのもなんなんですけど、1万5000円もかけてねガチャ回した人間いるのもなんなんですけど、果たしてこのガチャでいきなりチームが強くなっていいのかと、こんな気持ちがねなんか急に芽生えてきてね、はい、ガチャ回しきった後に言うのもなんなんですけど、交代の枠はまだ2つ残しています。で、まあ頑張ろうかと今から。目まぐるしくボールの持ち主が変わる。結局そうなったわけです。アザール。前線へのボール。十分 ね、結構いい選手来たんでね。抜けてくる。味方を走らせる。抜けてくる。アレクシス・サンチェスに渡る。よしよし。個人的な強い弱いところじゃなくて個人的に欲しかった選手は結構いたんですけどね。このパスを防ぎます。マスケラ、ちょっとしばらくね課金は控えてやっていきたいと思います。ネイマール裏へのスルーパス、来たチャンスだ。拾いたい、ね、せっかく取ったメッシですけどね、あまし活躍できないというね。左サイド上がっていきます。不本意な結果、結局今回も途中交代させましたよ。これちょっとやばいな、厄介だぞこれ。おお、おお、危ない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 。何考えてんの、すごいなこいつ。もうちょっと待って。イニエスタ、中央行けるか。ここは人数をかけて奪いに行きます。柔らかいボール、あ、やべえ、インターセプト、やべえ、よしよしよし、クリアクリア。ダニエル・アウベス、セルヒオ・ブスケッツ、サイドのスペースを使う。このスルーパスは通りません。で、課金を終えた後ね、今日ですね、まさに今日ね、あのゲオ行ってマイクを、このヘッドマイク、なんていうんだこれをね、新しくしました。なんかちょっと音がね変だったんでね、ゲットバルセロナ、ガタ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 なったんで、コントローラーに問題あるのかもしれないですけど、ひょっとしたらそれはちょっとわかんないんですけど、いやー、ドンピシャなタイミングで止められた。いやー、もらい方が良かったですよね。相手キーパーのメール1戦もらい、ここでちょっと1点差って嫌やな。選手変えたいんだけど、やっぱりマックスも対応遅れましたからね。なぜか選手がいないというね。勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ジルーがスタミナないって珍しいですね。さあバルセロナ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。まだ急げばチャンスありますよ。時間の使い方も大事になってきますよね。
ス、ネイマール、イニエスタ、さあ右へ預けて、よし、ロングでのリード、イニエスタ、お、来た、来てる、来てない、来てない、来てる、来てないわ、あやんか、いや、このまま逃げ切りたい、いや、どうやろ、ここは、そうだな、逃げ切りたいやろ、普通に。でもね、もう1点取りに行くんですよね、いつも。そうですね、タイメントのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。え、入らへんわ。やっぱりね、守りきるってあんまないですからね。最後まで攻めたい。ジェラール・ピケ、チャンスですよ、まだありません、ね、チャンス、え、そのピスタ、なぜ、なぜよ、最後まで攻める、ジルからイニエスタ、自分で行く、自分で行く、よっしゃ、その気持ちがこのゴールを生みました、パリ・サンジェルマン、やったね、パリ・サンジェルマン、決定的なゴールになるのか、よし、自身時計を見ながら、一発クリアですよ、オンチャレ、嬉しい、5対3、パリ・サンジェルマン、結果として見事逆転で勝利を収めました。さあ北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしたか。やっぱアザールが結構見せてくれましたね、絶好調っていいですね。パリ・サンジェルマンとしてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況から引き出すことができるわけです。でね、選手枠がね、ちょっといっぱいなんで、しばらくね、ノーマルガチャちょっと回せないです。というか回せないです。なのでご了承ください。ということで、勝利することができました。あ、そうか。倍なのか、今。めっちゃもらえた。6534GP。これいいな。ちょっとね、試合頑張ってやっていかないとね。よっしゃはい。何試合かやってるんですけどね。試しに何試合かやってたんで、こんな感じで。はい。よす、嵐。これどっちつかずなんで、どっちかでね、お契約延長オプションね、経過させたい、クリアしたいところです。あ、やばいやばい。はい。ということでね、最後までご視聴いただきまして皆様ありがとうございました。コメント、チャンネル登録の方またよろしくお願いします。また見てください。僕監督でした。お気に入り。